方中日の守備、やばい。弱いチームの守備。立浪の自業自得というか、エラーする気用してるしな。怪我明けでせかされて一軍に上がったったサードとキャンプですらろくにやってなかった急増ファーストのコラボ。こういうエンターテイメント性が必要なんだよね。エンゼルスも今日同じことしてたぜ。中日の投手と守備がいいって嘘だよな。そんなことないぞ、大野はビシエド阿部周平強打を背にして投げることに快感を得ていたから。今日グラウンドに全員いなくて草。ちなみに細川のミットは倉本の遺品。呪物やん、エラーも倉本のせいやろ。なんで倉本がファーストミット持ってんだ。ラストイヤーは出番増やすために一塁練習して二軍では最後ずっと一塁だった。二軍でファーストしか空きがなかったから、なお二軍ですら2年連続 OPS。400台でそういう問題じゃなかった模様。立浪は内野手だった席に内野守備を軽視しすぎやろ。いい加減なこと言うな、外野はもっと軽視してるだろ。